毎日思い出に、イ、はい、シキン TV の資金です。こんばんは。2023年2月11日の動画日記となります。えー、2月11日は建国記念日です。ということで、今年はあの結構、えーと、そういうね、えー、祝日が、旗日があの土曜日とか日曜日に被ってしまって、えー、と平日の、ねえー、と祝日が減ってしまうということで、あの会社員の人とか、えー、僕も会社員になったので、えー、分かるんですけども、嘆いているというそんな感じの、えー、2023年ですけども、えー、僕にとってはすごく、えー、いい、楽しい建、えー ご記念日となりましたので発表報告させていただきます。はい、えー、っと本当にえー、っと一番のねメイントピックはワンピースカードゲームの、えー、2月11日発売当日だったんですけども。 アマゾンで買ったワンカートン12ボックスがね、う、え、ち、ー、に午前中届いて受け取って、そこからお昼から、えー、夜までかけてですね、友達、えー、と二人で開封、新、え、米、ー、し,して、動画も撮って、といってね、えー、とあと、かっこいいカードもね、たくさん当たって、最高の、えー、ワンカートン開封となりました。本当に人生初めて12ボックスをね、一人で買って、えー、開封するとね、友達も一緒に開封したんですけども、開封するというね、経験というか、体験ができて、本当に、えー、いい体験 最高の一日となったなと思いました。はいまあ、結構ね、本当お金かかったんですけども、でも本当にこれだけの、えー、開けることはね、12ボックスも開けることはなかなか、えー、できないと思うので、ちょっとあの今回ね、1回経験しておいて、すごくあこんな感じかっていうのが分かったんで、よかったなと思います。はいえー、で、えー、っと、そうですね、ワンカートンは本当に。 えっと最初の、えー、1, 1ボックス目、2ボックス目、3ボックス目はあのー、動画ね、えー、っと全部ね、あのー、ノーマルカードもレアカードも全部紹介するって感じでえー、っと手元だけ写してねえー、っとやってたんですけども、えー、4, 4, つ目4ボックス目からね、12ボックスもやるので、4ボックス目からは切り替えて友達が提案してくれて、あのー。 レアカードだけ、えー、と取ってですねあの一番後ろにレアカードが入ってるって分かってるのでそこを抜いてでそこであのレアカードだけ紹介するあの動画に、えー、4ボックス目から10以降は、ね、切り替えたんですけどそっちの方がね、あのー、尺もね3分とかね4分ぐらいで、えー、と短く見れるし あの見,てるえー、見てる方ね全然少ないんですけども、えー、見てくれる方にとってすごくあのキラカードだけ出てくるのが、ね、すごく、えー、あの楽しいだろうなということだったので僕たちもなんかノーマルカードは、ね、もう1ボックスとか2ボックス目でほぼ、ねえー、と見飽きたというかかぶってたので取、えー、る方も、ねえー、工夫して本当にあの友達の提案で工夫できてよかったなと思います。はい やっぱりあの今回、初めてえと手元だけ、初めてというか前の動画えでもそうだし、第1弾、第2弾、今回第3弾のえーブースターパックだったんですけども、第1弾、第2弾の動画はえと自分もこうやって映して、カードをこうやってねやって見せるっていう感じで、なんかどっちかというと僕が面になっちゃったので、今回ちょっと手元だけ、自分の顔を映さずに手元だけカードがちゃんとスポットライトが当たるように映したんですけど、それがね、結構、まあ個人的にはすごく良かったなと思います。はい で今回は、あのー、どんな、えー、カード、まあ、たくさんね、えー、とスーパー、s ルスーパーレアと呼ばれるものは全部、えー、当たって、えーとまあ、デザイン違いのパラレルってやつはまだ全然揃ってないんですけども、スーパーレアとかね、シークレットレアはデザイン違い以外は全部揃いました。レアカードも全部揃って、コモンって呼ばれるノーマルカードも全部揃いました。はいまあ、もちろん、ね、これはね、12ボックスも開ければ揃うということで、 で今回は、えー、っと、そうですね、こんな感じ。えー、で、まあ、特にかっこよかったの紹介すると、こちらの、えー、ポートカス DS くんのリーダーパラレルというねデザイン違いのやつですね。これめちゃくちゃあのかっこいいですね、S くん、ね。もうね、かなりもう今、えー、結構値段が見たら1万円超えとかしてる感じの、えー、カードです。めちゃくちゃかっこいいという感じです。はい あとは、えー、今回の、えー、とウースターパックから初めて登場したスペシャルカード、えー、4種しかないスペシャルカード、こちらですね、手配書のデザインということで、今回僕はね、カイドウが当たりました、えー、12ボックスの中にね、もう1枚ぐらいね、えー、入ってるんじゃないかと思って期待を込めてね、えー、すごい期待を、えー、して、えー、2人ともね、開けてたんですけども、残念ながら、えー、12ボックスの中にもね1、1枚しか入ってないということで、スペシャルカードは、まあ、本当にスペシャルなんだなということが分かりました。はいでもめっちゃ このね、手配書風のカードめっちゃかっこいいですね。はい、えー、で、あとは何だろうな。これとか。ロブルッチのね、えー、パラレルカードですね。かっこいいですね。このね、志願のやつですね、えー。とかはあって、えー、っとあとは個人的に、えー、好きだったのは、そうですね。この まあ、女性陣の、えー、カヤとかねこのウソップのいた村に、えー、いる、ね、ウソップを持っている、えー、優しい女性なんですけどもカヤのなんか異世界転生系のアニメに出てくるヒロインみたいな感じのデザインですごくかわいらしいなと思います、はい、そう結構ね今回レアカードが、えー、結構デザインが良かったかなと思いますベルメールさんと、えー、のカードなんですけどもナミとえー この3人の最高の、えー、ベストショットということですこのカードめっちゃいいですねはいであと個人的にえっ、ー、とこれが一番、ね、サンジ君のこのレアカードめっちゃかっこいいなと思いますはい、えー、このねファッションもかっこいいですしこのシーンねなかなか衝撃的なプリンちゃんの、えー、結婚予定だったプリンちゃんの、あのー、本性を知ってしまってこう絶望しているという感じのサンジ君ですはいかっこいいですねこれ そんなところで、えー、いろいろね、本当にかっこいい方がたくさんあたって、えー、12ボックス買ってね、開けて、えー、本当に楽しくて良かったなと思います。はいえー、次は、えー、と5月27日とかにね、発売なので、あと、まあ、3ヶ月、えー、頑張ってコツコツ貯金して、えー 今回、ワンカートン買ったんですけど、次もワンカートン開けたいなと、えー、次はね友達も一緒に、えー、それぞれね、一人それぞれワンカートン開けるという、えー、試みをね、えーっと、しようと思っているのですごく楽しみです。はい、えー、そんな感じですね。はい で、えーと、ワンピースに関してはそんな感じで、えー、2つ目としてはワンピース、えー、開けるね、12時過ぎぐらいにね、えー家にえー、家にね、友達が来るということだったんでそれまでに溜、えー、まっていたね、動画日記を1週間分動画日記を撮ろうということでもう30分ぐらいでね、いつももっとかかるんですけども、30分ぐらいでもう巻きで、えー、撮ってですね、どんどん、えー、体勢 録,音録画ボタンを押して撮ってということで7本ぐらいを30分ぐらいで撮影できたので本当にその締め切り効果みたいなのすごいなと思いました。はいでえー、と3つ目がですね えとこれも、ね、すごく嬉しかったことというかね、えー、いいなと思ったことで、えー、と夜ね、えーとまあ、寝る前にちょっと両親と、えー、久しぶりに、ね、僕の方から LINE 電話かけて、えー、電話したんですけども、あのー、やっぱり最低でもなんか月1回はそうやって、えー、僕の方から電話かけて声を聞く、えー、のすごくいいなと思いました。はい えー、そうですねやっぱりあの僕、こうやって動画日記で毎日、えー、配信しているんですけども、まあ、それで、ね、一方的に、えー、と両親の方は僕の、まあ、顔とか、ね、安否を確認することができるんですけども、やっぱりそれでも、実際に、ね、電話で声を聞きながら、ね、お互いコミュニケーションを取ることはすごく大事だなと思ったので、これからは、まあえー、最低でも月1では、えー、とこちらからかけて、えーと、コミュニケーション、えー、緊急報告を取っていきたいなと思いました。はい で、あと最後は、これちょっとね、ネガティブな話なんですけども、あの、夜道でのちょっとした嫌、えー、なだなと、うん、ショックだった出来事です。はい。えっ、ー、と、そうですね、あのー、なんだろう、あのー、まあ、 スーパーセントに夜ね、8時ぐらいかな、行こうと思って家から出発したら、たまたまえと前を歩いていたねおじさんがえいたんですね。結構離れてたんですけども、そのおじさんがまあいつも行ってるあのースーパーあるんですけども、そこの,あのよくえ頑張ってるえおじさんでですね、帰り途中だったんでしょうね。僕はあの結構離れてたと思ったんですけどね、距離が。おじさんが前にいて、僕がここら辺に。 いたたんですけども、また僕の多分めちゃくちゃ一人で歩いく時めちゃくちゃ多分速いんですよね歩くのがはい、早歩きでだからそれがね多分怖かったんですかねであのちらっとこう、後ろおじさんがねこう向いてで、そっから2回3回ぐらい、ね、僕の方後ろ向いてそしたらねあの 中からおじさんがこうやって走り出して、ね、僕から逃げるように走り出してっていうことがありまして、本当にちょっとショッキングだなと思いました。はい。いや、そんなになんか、えっ、ー、と、あれだったかということで怖かったかと思って、本当に申し訳なかったなと思ったし、かもう少し、なかあからさますぎてちょっとショックだったなと思いました。はい。えー、そういうことがあったんで、ちょっとね、なんか、あの、もうちょい足早く。 歩くの遅くしようかなとちょっと思ったりとかしちゃいましたけどもそんな感じで2月11日建国記念日2023年の建国記念日はすごくもうね1日を通して楽しい1日でしたそんな感じで今日もありがとうございましたバイバイ